そういうういいこととじゃないかなか思うねでも一発狙ってる芸能人ならまだしも、うん、あのデザイナーの滝沢さんなんて逆にロイヤルを利用されちゃってる感じじゃないですか彼はだからロイヤル自分がロイヤルを利用してね、うんえー、チャイナでも仕事をや増やそうと思ってるんでしょ、うんうん、そういうのはうってつけじゃない <laughs> ウィンウィン,、うん、ウィンウィンだけど <laughs> でも周半身にとってはより手柄を立てること、うん、になるよね、うん、直接彼を通じて 皇室の情報も取れるし皇、うん、室にうまくすればあ近づけるわけでしょ。ね リサーーチャーさんんと話してたんですけれどもデザイナーさんっていうのは、皇族の人のねすごくプライベートなことがすごく分かる人たちですよ。で体型だとか体調だとか、うんうん、例えば髪の毛だとか皮膚だとか、うんうん、いろんな内面的なこともデザイナーは知ってるわけじゃないですか。うん、そういう情報が全部ね、C 国に伝わって今いるんじゃないかって話う話。何気なく喋ってる実ちあ伝わるだろうね。 うんうん、それは間違いないね、かなり親しい関係でしょ。体の一部、うん、例えば髪の毛とか爪を渡すことでね、あのー、まあ、あるに言うと、こういう情報を集めてる政府の関係の仕事を前にやってた人と話をしたんだよね、でこれ、びっくりしてたよね、まずね、びっくりしたポイントはね、この周藩という人が、旧宮家に入ろうとしてること。 でこれは動機は何なのかと、旧宮家っていうブランドに対してね、興味があるわけでしょ、利用する気まんまんでしょ、で何のために利用するのか、まず自分の商売のために利用するのもそうだけども、それで日本の中枢に近づけるわけでしょ、そこがまあ何よりのポイントだよね、でそうした傾向を持つ人間が、あ上皇后やミ宮家のですねデザインをしてる、ミ宮家は一応、曲がりなんにも次,次の皇、ね、位継承者が 2, 2人いるわけでしょ。 そういううちをつながっていく、それこそ Z, Z のためにね、うん、そういうことになったらこれ恐ろしいことなのよ、これ。うん、もう非常に怒ってたよね、それはね。うん、一体何をね見てんだと、今の連中は、という、要するに何を見てるって言ってる相手はですね、今の外務省だったり、ですね警察だったり、あるいは971条のことを言ってるんですね、うん、その人は。うん、これ大変なことなんだよ、これ。うん うん、思うんです。大変なことだから言ってんだけどね、<や>僕は。だからこの問題ってね、うん、うちのゆるトークだけじゃなく、あのー、保守界隈でこそやらなきゃいけない、ね。保守界隈って言葉使うのやめようよ。保守なんかいないことわかったから。<laughs> うん。え、エ、え、ミーを、えー、褒めてさ、天皇陛下を下げる奴ら保守なんて言わないよ俺は。いや、日本会議とか特定の団体とか出したりしますけどね。うん、そういう人たち？うん。 こそ、この問題に取り組むべきだと思うんですよね。うん、え、なんだ、わかんないね。うん、うん、日本海もいろいろ温度差があるから。男系男子とか叫んじゃう人たちとかいるじゃないですか、あきしんの人とか。男系男子以前の話だよ、これ。うん。男系男子以前の話、女のは。うん。これはね、多くのチャンネルやね、論客の人たちで。みんなでわーって盛り上げていきたいんですけど、うん、ウェーブ問題。うん。 だ今までいろんなことさ、重要なことをさ言ったってさ、取り上げないんだから、勇気がないんだよ、みんなで群れてるだけで。あと、うちがやると変な色がつくからって、一緒にくあのやらないっていう人もいるんだからね、情けないね、サラリーマン欲かい、それは。まあ、情けないね、普段でかい口いただいてる人も多いんだよね。うん いろんな手口でね、あのー、C 国のねサイレントインベージョンってあると思うんですけど、うん、これもこれ思いっきりやられてるのに、これこのサイレントインベージョン言ってる連中が何も言わないのは何なのそうそうそう、うん。思いっきりやられてんだよ、これ。YouTube でもいっぱいあるよね、うん、そういうチャンネル、うんうん。いや、別にいいよ、そんなの。相手にしないから。いやいや相手にしないんですけれども、うん、そういった人たちがあのー、みんなでね、 発信していかないと抵抗できないですよ、うん、こんな深刻。うん、抵抗ってあの人たちはだから全然取り込まれてるみたいなもんだ、<laughs> 俺からすれば。うん。どっちかしかないん、ね、だ、こういう問題っていうのはね。ちゃんとやらないっていうのは向こうにか味方するってことなんだから。私にとってはもう敵認定だよ、こうなったら。うん。全然そんなもんとなんかつるんでやる気はない。うん。むしろ新しく気がついた人がいろんなことをしなきゃいけない。うん,うん。全然その保守とかなんとか関係ない。 あだからあのー、変な話だけどの宮愛子さまが皇太子になってほしいって人はこぞってこういうの反対しなきゃダメだよそうそうなんですなくなっちゃうよんな皇太子になる前に皇室が英明の専属デザイナーですよこの人と仲いいのうん、うん、<laughs> っていうか狙ってもう近づいてきてるってことを言いたいわけよ僕は 狙,い狙ってるってことは、ほぼね、確実に言えるのは、さっき、あのー、昔、いろんな政府で調査したやつ、OB の人が言ってるようにね、まず梨の、梨本家に入ろうとしてるでしょ。うん、その上、そっちにも近づいてるわけでしょ。うん、もう狙いははっきりしてるんだ、ね、よ、うんうん。そういうことを重視しなきゃいけない、うん。でね、この問題ね、言うのは相当勇気いるわけよ。向こうにも睨まれるから。怖いよ、四国は。 だって民族絶滅作戦やってんだよ、今。うん、まあ、論客がほふぬけかどうか分かりますね。いや、ふぬけしかいないんだって、うん。そう言われて悔しかったらやってみりゃいいんだよ。うん、いくら叫んだってね、何やったって、同じだ、そんなのは。うんまあ、そんなの、ガン中入れなくていいよ。あの普通に、だってうちは大勢の人がね、 あのー、応援してくれてんだし、その人たちの力ってやっぱり見くびっちゃいけないよ。ものすごく力あるんだから。俺は皆さん自信持ってほしいんだよね。<も>いろんなこと変えてきてるんだから。視聴者の方の方は分かってますよ、ねうん。分かってるし、るし視聴者の方に力あるんだからね、うんうん。だからね、これはね、本当にね、あのー、基本的にはもう話を広げることが大事だこれね、うん。あっちこっちで皆さん、これ話題にしてもらってね。 あの今日のまた切り抜き作ったりいろいろしますから、み、皆さんがね、分かりやすいようにね、分けてやってんだよね、これね、実はね、あの、まとめて話すと、この間の土曜日にね、やって、ダイジェスト版が月曜日に出たようなね、ニュース上一郎みたいな中身になるけど、またあれもだから、あれだけじゃ分かんないから、また繰り返しね、分かったことで出していくけれども、こう,こうやって、そのゆるトークでやってるっていうのはね、もっと掘り下げて、もっと、例えば芸能人に結びつけたり、いろんなことでね、 何がやられてるのかってことをねなんとなく自分の感覚でつかんでほしいんですよねでそれを語っていってほしいんですよでこういうことの端っこの方っていうかねそのこれをやってるここに巻き込まれてる人間が、まあ、今回も皆さん怒ってたよねあの私的な旅行でまた服作ってるのかあの人がということで怒っ,怒ってる人も多かったけどその仕事をやってるのはまさにこの滝沢直樹っていう人なんですよでそれはもうあれですよもう Z, Z, Z ホールディングね、えー、C 国の手のひらの上に乗っかっちゃってるわけですよこれは危険なことなの、うん、そういう具体的な事実やんないとねヘリクスじゃなくて、うんうん、これはもうぜひねこれどっかで抗議したってしょうもない話なんだよね、うん、だから話が広がることがないじゃん、うんで 今ね、ユニクロをはじめとしたね、うん、ウイグル人関係のそういう企業、うんで、不買運動とか起こってるじゃないですか、うん、そんなの宮内庁知ってるはずなのに、宮内庁じゃない、971庁。971庁は知ってるはずなのに、うん、こういう人をね、専属デザイナーに置いとくっていうのも、そうねこの人はだって、竹、まあ、田直樹氏自体がユニクロの関係の仕事をメインにしてる。でその傍ら あまあ、災害、もうかなり長いね、十何年やってるんだね。そう年い上田逸子さんから引き継いだわけで上田逸子さんが亡くなったのが12年で、うん、それから戦属デザインで,、うん、でそれ以前からもう阪あの東日本震災の時もやってるわけだよね、デザインの仕事をね。ちょうど私が民主党政権に入ってる頃からやってるわけですよね。さっきの写真、ねあのー、習近平とですね。 鳩山駅と周辺市が映っている。これが2012年なんだわ、うん。その頃だね。だから力つけたんですよ、この周辺って人は、おそらくその頃から、うんうん。これ本当にね、大変なことになってきたね。うんまあ、いろんなね、あのー、コースガラミいうかエミア絡みとか、ミテコさん絡みで、いろんな不正とかインチキっていうのを、うちのチャンネルは、 暴露してきたし、必要なときはこれ、犯罪絡みだったらね、あの KK、ー、母とかね、えー、あるいはあのー、奥野拓司とかね、あのー、山科鳥類研究所の前所長もね、刑事告発もしてるわけだよね、我々ね。あね、のー。単に伝えるだけで終わらせるつもりないんだけど、この問題は大きなね、国家の,あの変な話は、諜報工作にも関わってる話だから、<laughs> そう簡単にはできない。 国境をまたがった話だからね。でもやっぱり十分警戒心を持つってことが大事なんだよね。うんまあ、そこはね、皆さんちょっと意識を持っていただいたらありがたいですね。はい。これでまたでも引き続き、また悪そうな顔出してんね、これ。ちょっと皆さんに顔を覚えてもらおうと思って、うんうん。うん。悪そうな顔出してんね。 人を見かける判断するわけじゃないけど、かなりのところ人って見かける判断できるんですよ。うんうんうん、ね <laughs> でも自分がかっこいいと思ってるんだね、これ。うん、これ写真撮る <laughs> でも眼鏡、うん、かけたらあの、私が見てるプルルチャンネルっていうところの話、うん、に似てるんですけど。うん、これなんかな うん、あれだね、北京でこういうのにあったことあるけどね。でも滝沢デザイナーっていう人も変わってるよね。変わってるね。だってさ、あの、皇室のデザイナーとユニクロって、うん、対局にあるところじゃないですか。対局じゃない一種対局だよね。うん、いや、あの逆にあ私、私たちはもう、あのー、対一んでユニクロを愛用しますなんてのはお笑いだけどね。うん、それくらいのことは、ね、やったらいいんじゃないの だからブランドなんだよね。うん、あのいや、うちのデザインディレクターは、実はあの上皇ご夫妻とエミヤ家の、うん、あのお召し物を全部やっております。んて言っつたらね、うん。すごい。あのユニクロに力を与えますよ、ね。いやっていうか、あの前に紹介したけども、うん、滝沢直樹氏のあのチャイナでの著作とかが出る。その宣伝文句はそれ使ってるからね。 もうすでにもうすでに使ってるから前にいくつかね例えばあの嵐山の例の迂回小屋の,あの廃墟を主に作ったね、えー、ウェ屋加藤造園なんかも向こうではねあの人間国宝級の、ね、技師がやっててなんていうことを言ってね要するにこれ えー、まあ、皇室関係もやってますよということで売ってるじゃない、うん、みんな皇室利用してね。皇室利用してチャイナに行くと、実は皇,皇室っていうものに対するれがれなんだよね、チャイナって。うん、あのー、だって王室潰しちゃったからね。だらいまあ、移民族王朝だったんだけどね、新国まではね。うん。まあ、そういうものがあってね。あの、漢王朝っていうのは実は一度ね、民で潰れてるからね。うん、民の後はもう移民族王朝だったからね。うん。いやあのー 元おはりこさんのね、うん、あのところのあの大御所先生は、もう絶対に口が硬いんで、有名で、お、うん、亡くなりになられた後の、うん、あのいろんな記事読んでも、それを結構強調されたりしてるんですよ。うんうん、絶対に漏らさない人、うん、内部のことを。うんうん、でも、こんな深刻と付き合ってる人が。うん ねえ漏らさななないい人なわけじゃないじゃないです,じゃないですよ、うん。逆に、あのーまあこれ、ビジネスライフに付き合ってないからね、うん、飯を食うわね、一緒にサウナ行くわね、それやるから。うん、で、個人的に親しくなるような形をとって、日本人を籠絡するから。いきなり金を積むんじゃないんだよ、うんうん、中国の,あの日本の籠絡の仕方 エッチ君の秘密なんかも伝わってるでエッチの服作るんだからね。エッチの情報そういうことになりますわね。握られちゃいましたね。まあでも、もともとエミア殿下もだらしないからね。もう、うんなに10日も旅するような人ですから、自分の道楽のために。まあ、その段階で、エミア家全員の DNA が取られましたね。取られたというか、衆も含めてね。 と思うね部部屋屋割割りりまで残ってあれすごいよね、部屋割りがあんな資料残ってるのはびっくりしたけどね。うん、いやいやいや、本当に。ということで皆さんお分かりになったでしょうかあの我々があの取り扱ったこの周半死ですね。ただもんじゃないんですね。ただね、あのー、うまくこう立ち回ってる人なんで。 この人自体が大物であるかのようなね吉本興業を脅かして、こいつをチャ,あのチャイナ事業から追い出してやるみたいなことの騒ぎがあったとっいうのはね週刊誌に載ったけど、そこまでは実力がないでですよそこまで実力がないんだけど、こういう形でうまく、こういう人たちっいうのは必ずバックがねあの日中間だったら国家安全部というねチ,チャイナ版 CIA ですから。 こういういのがもう皇室の近くにもうにじり寄ってきて張り付いてると張り付いてるんです。ね、でまあ梨本の宮家ってのはもうはっきり言って申し訳ないけどもこれは崩壊したあの今現の当主であるね梨本高雄氏だって養子でしょ。 でいろいろ金銭問題を起こしたり、いろいろしてるわけでトラブル。という今、あの当社の方が追ってますから、うんうん、またいろいろね、分かったことをお伝えしますよ。ある入ってきてきんで、うん、まとままったららお知らせします、うんはい、ということでね、今日はこ,うこれぐらいにしましょうかね、うん、あんまりみんな、あの情報多いとアップアップしちゃうからね、あのー、ただ、あんまりね、これ、これ警告しておきますけどね、ウェーブに入んないでくださいね、うん、皆さん。はい 入り方はあるけど安全だね、それは素人できないから、うん、それは素人できませんから。でもね、ウェイボーとかって、グーグルで検索したらいきなり出てきちゃうんだよね、だから、入り込んじゃうと思うんだけれども、検索はしないほうがいいです検索はしないほうがいいですよ。ということですね。いろいろただね、報道ね、ウェイボーについての報道を集めるのはいいですよ、例えば週刊誌記事とかね。 そういうんでちょっとねあの、今日の話を補足していただいたらと思います。ということで、今日も本当に今日はありがとうございました。あのスパチャも投げていただいて、すみませんでしたね。はいあの。またですね、いろいろ新しい情報をですね、今、あの今かなりあのリサーチャーの人が燃えてやってますんでねあの、入りましたらまとめてお届けします。うんはいえー、ということで、えー、今日はこれくらいにさせてください。えー、また、あの、いいねボタンとね。 あのフィードバックの方やっていただけたらありがたいです。ということでまたお会いします。どううもありがとうございました